なお、この第二レースは1双子または1号2の組に人気が集まっています。並び落ちから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。3コース3号艇山下がへこんだスタートとなりました。確定1周の1マークです。先手は1号艇、外行こうとする2号艇の子が内からスパッと刺してきたのは4号艇の永田で、確定向こう正面。現在先頭4号艇の永田、1停進から2停進ほど後ろに1号艇の栃木が走っています。なお第2レーススタートは正常です。1周2マーク、先手は4号艇の永田、外行く1号艇の栃木、内から回るのは3号艇の山下で、確定ホームに戻っています。2周目1マーク、トップで旋回するのは4号艇の永田、2番手は3号艇の山下がわずかに前、そして3番手1号艇の栃木、外から5号艇の長島が追いかけています。後方6番2番です。先頭走るのは4号艇の永田、これです節間初白星となりそう。大きく水が空いて2番手3番の山下、そして3番手に1番の栃木で、上位体系は4番、3番、1番、後方5番、6番、2番となっています。レーサー最終コーナー、先頭変わらず4番の永田、そして2番手は3番の山下、3番手に1番の栃木で、上位体系は4、3、1で間もなくゴール。4番永田ゴールイン、3番山下ゴールイン、1番栃木ゴールイン。ずっと勝利者インタビューに出たくて、はい、めっちゃ嬉しいですよ。もしかして勝利者インタビューは初めてです。あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあ記念すべき勝利者インタビューを担当させていただいて、私も光栄です。嬉しいです。はい、これいい展開でしたね。はい、もう本当にありがとうございます、はい、いい展開で一着を取って、はい、課題点が見つかるような一着ではなかったですか。そうですね、もう乗り方かなっていう感じで、あとはもう試運転出て、はい、乗ってみたいな感じで、はい、これ天ヶ崎では2勝目が上がったんですね、はい、なんかいい水面ですね。天ヶ崎好きです。あ、分かったです。はい、はい、試運転いっぱいして明日からもまたここに戻ってこれるように頑張ります。よろしくお願いします。永田選手にお話を伺いました。初勝利者インタビューおめでとうございました、はい、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。